どうもお疲れ様です。ね今日も相場の方は動いてますよね。えそれから、あのー、お知らせいただいた情報と、その他のお取引情報を加味するとね、やっぱりね、ドルがね、ガン,ガンガンガン動いてますね。うん、やっぱり強いな、ドルって思いますし、有事の際は、円ももちろんなんですけども、ドルが圧倒的ですね。その中で今回、どうも円があんまり選ばれてないっていうことで、ドルが高くなるのと、円がちょっとね、見放されてるのと、 考えるとこれまたとんでもない円安の方向に触れるんじゃないかなっていう腹積もりはあります。まあ、そこにですねテクニカルっていうものを持ってくるときに多少バイ,スバイアスがかかるのはやっぱりねこういう情報を知ってるんで決断に困ったときにまあドル買う円売るっていう方にやっぱりねよりますね。だからそれも込みで テクニカルをしっかりとやっていこうかなと思うときに完全にテクニカルだけってことじゃなくてファンダメンタルもちょっと入るんですよねやっぱりねただファンダメンタルの説明はあの相場回数のときにしませんそれはいろんな捉え方とか情報の量とかありますんでねただやっぱりテクニカルでうまくいかないときってのは、まあ、ファンダが入るというふうに覚悟しないといけないですねだからといってファンダメンタルはどういうふうに見るかっていうこととどこまで見るかってことがねものすごく未知数なんで難しいですから ファンダメンタルによって価格があ異常な動きをしたときは、もうこれはしょうがないなと思ってます。テクニカルトレードの中でどうしても勝てない、えー、そんな場面があるとしたら、ファンダメンタルがテクニカルをまあ、超えてですね聞いてくるときかなと思うんですよね。ただやっぱり同時にやっぱり多くの方が感じてらっしゃるように、円安ドル高っていうのは全体的な流れとしてこれからは止まんないんじゃないかなっていうところは心に入れておこうかなと思いますね。うん。 参考になりました。いろいろと。ありがとうございます。あの情報の方お伝えいただきました。確かにね、国際商品の価格上がりますよね。うん、それも大きなヒントになりますね。はい、じゃあこれからもよろしくお願いします。